こんにちは、柴崎ですよ。はい。はい。きなこさん、よろしくね。柴崎の声が聞こえてますか？ハレルさん、こんにちは。よろしくお願いします。はい。もう、ずくずく、皆さん、あ、聞こえてるのね。はい、ありがとうございます。今日は、ちょっとお一人一人名前読み上げないからね、時間がもったいなくなってしまうので、絵を描きながら、ね、時々お呼びしますので、はい、よろしくお願いします。柴崎です。はい、こんにちは。はい、さん、お天気さん、こんにちは。のどかさんも、こんにちは。しょしんこさん。よろしく。はい。続々とね、集まってきてくれますので、もうちょっと待ちましょう。今日は柴崎のうちの周り、雨ですね。はい。あなたのところはどうかな？でも雨が降って、ちょっとこう空気がね、柔らかくなって、とっても、今このスタジオにいてもね、エアコンもそんな強くつけてなくても。はい。天野さん、こんにちは。あ、松本敏子さんね、ようこそ。とっても今、居心地やすい。あ、岡山も雨ですか。ね。いいでしょうね、岡山の雨。きびだんごを食べたいな。はい。愛知県も、雨なのね。じゃあ、日本中雨かな、今日はね。たまには雨もいいですね。はい。空気が柔らかくなるし、ねえ。はい。やっぱり、お天気さんも雨なんだね。群馬は今、曇り。はい。はい。かのさん、雨ですね。東京も。そう、東京、千葉も雨だから東京は雨ですね、一緒に行った分。はい。今日は雨の景色がないんだよね。いつか雨の景色描きましょうね。雨の景色面白いよね。今日は冬枯れの、樹木の表現ですね。もう皆さん練習したい人はいるかな？皆さんね、続々とこう、寄せてくださるね、作品。本当に柴崎も、もう興味深く拝見してます。吉典さん、こんにちは。よろしくお願いします。あ、午後からやむそうだ。そうか。そうかもないね。さあ、それでは、そろそろ始めましょうかね。で、今日は予告した通り。皆さんお手元に、もう、ちょっと映してくれる？資料がね。はい。はい、メガさん、こんにちは。資料がこう、いってるかと思います。ね。冬枯れの、樹木の風景ですね。で、以前ちょっと話したことあると思うけども。はい。それで、樹木はね、もう絵のモチーフとして欠かせないんですけども。でも、日本のその季節の大部分は、大概葉っぱが茂ってるんですね。でも樹木はね、葉っぱだけじゃなくて、当然この幹や枝も要素としてあるわけですよね。それがこう、楽しく表現できるのが今の季節です。だから、もう絶好のチャンスですね。こう、裸木ってのは、それなりに面白いんですね。こう、木の運動が見えてね、もう柴崎は大好きです。そこで、皆さんたち共有していただこうかなと思ってます。はい。ゆうこさん、入れたんですね。はい。よろしく。新しいパレット。これは、この前ね、絵の具の出し方かな？なんかのちょっと動画をね、やるときに、これ、新しくしたんですけどね。まあ、古いのももちろんあります。まあ、同じだから見てください。それでですね、今日裸木を描くんですよ。だから、ほら、こんな感じ。で、その前に、ちょっと練習をしたいと思います。これをね、スッと書く練習です。はい、江川さんよろしく。だから、何かね、今日書く紙の裏側かなんかね、そういうところを使って、ちょっと練習しましょうか。ね。こんな木の書き方です。
はい、カエルさん、どうぞ、よろしく。で、まあ、金をね、書いてる人たくさんおられるんですね。もう、よくある、一応、まあ、申し訳ないんだけども、結構、この木の枝の書き方はね、こう慎重になるあまりね、こうやって、こんな風にですね、こんな風に、こう、点線でこう、書くような、なんかな、表現がよく見えるんですけども、やっぱり水彩の大事なのは、このタッチっていうか、筆使いなんだよね。そこで、これ一気に書くという、ちょっと練習をまずしてみたいと思います。はい。ですので、今日使う紙の裏側ですね。そして、パレットに、まあ、アンバー系の色をちょっとこう、解いて、まず準備してください。準備ができたら始めます。はい。じゃあ準備をお願いします。準備できたらできましたって言ってくださいね。はい。どうぞ。はい。今日使う紙、もちろん違う紙でもいいよ。何でもいいんです。お、早い。かかさん早いな。はい。一番ですね。用意できた。OK。杉浦さんもできましたね。はい。あ、できた。はい。あれ？ちゃんこさんは何て言うんだっけ、これは。はい、のどかさんもできた。きなこさんもみんなできた。オッケーオッケー。大丈夫。まだできてない人いるかな？で、使う筆は、まあ、太い筆で柴崎も書いてみせたけど、まあ、無理しないで。今日ね、これ何号かな？8号か6号ぐらいの、ね、筆で結構ですので。はい。大丈夫ですか？ 用意できたかな？松村さん、怪しいですって。何が怪しいんだろう。はい。あ、ちゃこさんでいいんだよね。ああ、かわいい。千葉崎が若い頃は、フランクの中にちゃこって歌があったんですけど。知らないな。ま、松村敏子さん知ってますよね。チャコって歌うの、ね、歌があったんですよ。チャコさんいいですね。はい。用意ができました。大丈夫？ OK かな？それじゃあやってみていいでしょうか？はい。で、出すからどんな練習するかっていうと、こんな木だよね。こんな木。これをね、ススススッと書く練習です。はい。で、まあ、あんまり難しく、これをそっくり書こうとしないで、こういう雰囲気に書こうっていう練習です。ですね。まず一本の線を書きましょう。まず筆に絵の具をつけてきたら、まず当然こう力抜いてね。力を抜いて、下から上に向かってで引くんですけど、これ曲がっていいですから。いいんですけど、ここで手首をこう返さないように。こう返さないように。このまんま、だんだん筆を上に持ち上げるようなつもりで書いていくと、こうやってだんだん細くなりますので。ですね。こういうのを、このように。ちょっとやってみてくれる？ どうかな？ はい、どうぞ。で、こう、太くだんだん細くみたいになったらいいかな。はい、お願いします。やってみて、ね、うまくできたら、うまくできた。うまくいくといいなったらうまくできない。ちょっと感想を書いてください。はい。これ何回も練習するとね、最初は緊張してるんだけど、だんだん、これ、だんだんこうスッとほら、楽にこうなりますから。こう、たくさんやる。スッと力で書く。お、杉浦さん早い。なかなかいい感じ。いいね。なんとなくできた。それなしに。ね。うん。夜大丈夫。夜は生きてる証拠。ね、こういうこうって、よろよろなって大丈夫。うん、大丈夫。
まっすぐ書かなくていいんだよ。もう木だから曲がっていい。まあ、基本的にはだんだん細くなるような雰囲気でなればいい。でもこうやって途中で太くなってまた細くなってもいい。別に。いい。いいから、そのくらいの、はい。あ、草川さんね。はい。今川さんか。OK。まずまず。ね。うん、できてきた？これをね、ちょっと練習しとくとね。はい。あ、くんくんさん、見てるのありがとう。蛇みたいになった。でも、縦の蛇はないでしょ。はい。大丈夫だよ。見た人は木かなと思うから。うん。そんなのになった？なったら、じゃあ今度は、これ今シュッてまっすぐになったでしょ？これ少し曲げようか。今度は、じゃあこうやってきたら、今度は少しこっちとか、こっちとかこう曲げてみる？どうぞ。曲げてみてください。今度はちょっと、ね。これだってこうたくさんやってれば、だんだん上手になるし。もうほら、これで木の雰囲気になるでしょ？太いまま、いいよ、太いままでも。ね。途中で台風で折れた木もあるんだから。太くてもいい。だんだん細くなるから。だんだん細くなるから。こう、たくさんやってると。だんだん力抜けてなる。お習字みたいなんだ、そう。だって、これ一気に描くんだもん。水彩の良さは、これ一気に描くっていうところなんですよね。一気に描くと、そのね、線の運動も見えるし、色も見えるし、だから見た人がね、とっても納得するんですよね。もちろん描いた人も気持ちいいんだけど。うん。桜の木のようですね。そうですか。で、こうやって曲げるの描きました？描いたって言ってください。細くなって、また太くなって、太それは筆圧だね。だから、こう描いて、このこっちやった時に細くなったんだけど、またこっちやった時に太くなった？ほら、こう、だから、ね、これ曲げた時に、この連続でこっちにさらに、だからこうやってこっちに曲げた時、この力抜き具合でこっち持っていくのは難しいんだよね。うん。だんだん力抜いていくんだから。描いた。うん。でもうまくいかなくてもいい。そういうことだなってことだから。そういうことだなってこと。ね？うん。一分よりうまくなったでしょ？ほら、のりゆきさん、そうじゃない。だから、やっぱり、絵ってのはただ描くんじゃないんだよね。やっぱり目的意識を持って、やっぱり練習が必要なんだよね。うん。うまくなる。うん。これ、手にうまくならないし。やればすぐ上手になる。もう少し上手になりたい人は、紙を縦にして、もっと長い線を引いてみる。そういう練習です。もう、常に練習しましょう。そうしたら、もう、すごく、そんな感じになるから。上なる蛇。それは、ハレルヤさんがご自分で蛇だと思うから蛇に見える。うん。見た人がね、これ蛇でしょって言ったら怒ってやればいい。うん。いや、風景の中に描けば木に見えるから。風景の中にそんなでっかい大蛇いないから大丈夫。うん。大丈夫。さあ、どうかな？で、まあ、もうちょっと練習したかったら、今度は色を変えてですね。例えば、コバルトブルーみたいな色を変えてきて、またこの上から練習すれば、新たな練習になります。で、とにかく伸び伸びと、とにかく少し太くなってもいいから、伸び伸びとまず弾ける。で、できれば全体って少し細くなるかなという雰囲気が出ればいいから。うん。ちょっと途中で太くなってもそんなことで人生変わらないから大丈夫。うん。それよりもあなたがどのくらい伸び伸びと自信を持った雰囲気で、自信がなくても自信を持った雰囲気で楽しく描くかということで見た人は、ね、説得されるんですよね。で、またそういうってのはスピード感もあるし、やっぱり線がね、自信持って見えるんだよね。だから見た人はね、それで説得されるんですよね。
あなたがおどおど怖くわかくと、それがね、絵に現れちゃうんだよ、ね。で、見た人がね、あ、こいつは本当恐る恐る、失敗失敗しなきゃ見たなって見抜かれちゃうんですよ。水彩ってそういうもんです。筆付けはそのまま見えるからね。だからこれも、さっ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 て書く練習です。練習練習。シャッ、力抜いて。シャッ、シャッ、書く練習。どうかな？一応練習した？どうでしょうか？一応感想を書いてください。お、いつもより伸びかけましたよね。そうなんですよ。だからこれからなんかこう書くって、たくさん書いたのね。そうそう。これからね、これが必ず絵に生きてきます。うん。このね、やっぱ、この線描、ね、タッチってのはものすごく大事だからね。うん。これ油絵だって距離も同じなんだけどね。いらしくなった。よかったね。はい。ちゃこさんよかった。もう、江川さんもだんだん、どんどん上手くなるでしょ？そうなんだよ。最初はちょっと誰だって自信がないからね。うん、わかんないんだけど、手と脳みそが覚えるんだよね。だから、やっぱりそういう目的意識を持って、たくさん書いていきましょう。どんどん上手になってきます。ね。あ、松本敏子さんもほら、そうなんだよ。で、自分に褒める。お、私は一言の人間だなって褒めてあげましょう。ね。そうなんだよ。千だらけ。はい。では皆さん、それなりに、ね。うん、そうそうそう。筆はこう持って、ここをね、プラプラに、あんま力込めないで楽に持って書きます。うん。木だから必ずこっちの方向に必ずなんなきゃいけないって、そんな法則ないから。ね、ちょっと違う方にシュッと伸びても平気だから。それよりも力を抜いて、これを、本当に力抜いて、これを、スッとこう引くのが大事なんですよ。手首ではなくて体ごと引いていく。ね、それは直線であろうと曲線であろうと、体ごと引けるってことが大事なんですね。はい。高山さん、よかったね。なんかそういう発見があったら、もうそれは自分のもんですね。うん、そのためには、こう、目的意識を持って、必ず練習です。で、今日は木の描き方だね。はい。さて、では、それなりに 描けた可能性もあるかもわかんないので、実際にやってみましょう。はい。では、やりますね。で、今日は、ね、冬枯れの木立を描くんですね。はい。写真を、皆さんお手元に資料持ってますよね。はい。で、ここに木立があります。これ、川だよね、多分ね。その向こう側にも木立がありますよね。じゃあまず向こう側の木立を書いて手前の木立を書きます。それで、どっちに構えるって？手前に？下が切れてる。斜めてる。ちょっと待って。斜めてる。このくらいでいいかな。はい。それでですね、この木立がですね、直す？うん。こっちを上げたい。大丈夫。で、この木立が、ちょっと引いてくれる？この木、ああ、大丈夫、大丈夫。この木立が、この画面の割合で少し少ないので、今これ、水平線というか、まあ、それを区分するにはこの線がですね、これもちょうど半々になっているので、この線を少し下げたいと思います。下げて、この木が、もっと背丈が高く強調できるように、まずそれをやりたいと思います。はい。では、その考えで、じゃあ、これは紙ですね。で、今、等分の場所がこのあたりです。これを下げてですね。下げてきて、ここに見える木立をもっと背が高く、画面の中にこういっぱい見えるようにしていきたいと思います。で、道は、だから当然、まあ、どっかこう終わり点があるんですよね。そこに向かって、こう。かな？まあ大体ですよ、これ。
ね、あんまり難しく考えないようにしましょう。真ん中踏み跡があって、こっちに土手にこう登ってる。こんな感じかな。で、こうですね。と、ここが川ですよね。これが川の部分です。で、ここが白い雪の部分。ここは踏み跡。また白い雪というわけです。で、だからこっちが広くて、こっちが狭くて。というようなまず作りです。はい。ここまでまず、ね、やってみてくださいね。こっちが広く、こっちを狭くして、で、そこに、こう白い雪のこっち塊ですよね。で、これが踏み跡です。これがずっとここに見て、ね、こう終着点になってるんだよね。こっち土手になってますか？これが川ですよ。はい。ここまで形描けましたか？ねえ、さっきの息子が、お父さん練習してんのって言って、いや、あれ今日練習しないよ。もういつもぶっつけ本番だよって言われたんだよ。ダメじゃないって言われたんだけどね。柴崎はもういつもぶっつけ本番で描くの好きなんですね。だから今日も皆さんと同じぶっつけ本番で描きます。はい。描けた。OK。いいね。描けたね。そしたら、で、これ見ると、その向こうの方に、こう、なんか小高い丘みたいなのがありますよね。丘があります。これ適当ですね。はい。まあ、大体です。決まってない。こんな感じかな。ね。大体です。書いたかな？それで、ここの川岸のへりに、向こうにもさもさっとなんか、こう樹木が、なんかこんな風に大小を持って、こんなの立ってるかな？これうちなんかあるから、けど、これ無視しようね。今日はもう、それ、あまりこう、いろいろ書かないで、とにかく樹木ですね。はい。こんな感じ。書けた？ここまで書けたでしょうか？ OK かな？はい。ここまで書けたら教えてください。まだ書けてなかったら、書けてないって言ったら、ずっと待ってるから大丈夫ですよ。書けてない人は、まだですって言ってくださいね。待ってます。はい。はい。かけたかな。はい。はい。大丈夫そうですか？いいですね。はい。OK。はい。はい。大体全員の方が何となく書いてあるからね。もうあまりこだわらなくていい。大体なんだもんね。はい。大体なんですよ。はい。よかったよかった。ね。そしたら、じゃあ手前の木ですね。例えばここにこんな太いのあるでしょ、うん、これ3本あるんだけど、まあこのままにしようか。このまま書いちゃおうか。じゃあこのあたりだよね。このあたりから、これも大体なんだね。大体が正直好きなんですけど、こうやって3本、1本、2本、ちょっとこっち離れて、こんな感じかな。ね。こんな雰囲気で、この3本立ってる。まあ、こう分かれてるか。まあ、大体でいいんですよ。ここに立ってる。はい。ああ、ララさん、こんにちは。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。まだ今、形書いてたから大丈夫。はい。ララさん、用意ができたら、用意ができたって教えてくださいね。はい。ララナさんだけ、ね、ちょっと追っかけるように教えます。で、じゃあその他の方は、あと、ね、ここにこう樹木が立ってます。はい。でもこれね、あんまりね、この樹木の蚊の形を鉛筆でしっかり描いてしまうとまずいんですよ。と柴崎は思うんだよね。しっ
っかり描くとね、もうそれをね、なぞるように絵描けちゃうんだよ、絵っていうのは。その途端にね、絵の勢いが悪くなるんだよね。うん。大概ね、風景画でものすごく丁寧に絵描いてる人いるでしょ、写真起こしみたいに。もう、その絵のつまんなさはね、その勢いのなさなんだよね。その人がね、ひたすらその写真を模写して、行こう行こうっていう、そのものに、その写真に近づこうってなった途端にね、自分がなくなるんですよね。うん。やっぱり風景画といっても、自分がその風景を見た感動を描くだけだから、この写真とかですね、現場はあくまでも自分の発想を、こう、なんか、こう持ち上げてくれる材料に過ぎないんだよね。だその通りに描く必要はない。うん。だから、参考にするだけ。だから、まあ、ここに木を描くんですけども、ただこれ、まあ、泣き道か誰か植えたのか知らないけど、結構等間隔に立ってるみたいなね。なぜかっていうと、遠くに従ってほら、この間がこう狭くなってますよね。ってことは、等間隔に割ってる可能性があります。だから、手前ほど幅が広く、だんだんこう重なるように木は立ってるんだろう。そして、川岸、手前のものほど川岸の方に倒れている、だんだん垂直に立っているっていうような動きだよね。そこら辺のこう、ちょっと癖を見る。うん。ですね。んで、だから、で、一本目、じゃこの辺りかちょっとこっちに倒れるように書こうかな。次にじゃ今度はこの辺から少し起き上がるように書こうかな。でもこっち行くと少し垂直に立ってるように書こうかな。もうあと重なるように書けばいいんだろう。というようなことかな。イメージとしては。ね。はい。じゃあそのような、まあ、ご自分なりの解釈でいいんですけども、そういうような感じで、ちょっとか、ね、木の当たりをつけてみてください。必ずしも枝ぶりをきれいに描かなくて大丈夫です。皆さんはいかがですか？用意できましたでしょうか？今慌ててね、用意してて、ちょっとチャットを打つ余裕がないかもわからないね。そんな感じで、こう当たりをね、木の当たりをつけててくださいね。ね、小崎はいつも言う通り、写真通りに書く必要もないし、現場通りに書く必要もないってことね。はい。あ、書けた。ねえ、あれだ。すごい。なんかでも、こう書いただけでもうイメージ的にできた感じがするんでしょ？うん。なぜかというと、こう書いてるってことは、写真をただ、写真に引っ張られてるんじゃなくて、写真を参考にして、ご自分のイメージがここで展開、もう出来かかってるんですよね。だから、かけたって気持ちになるんですよ。うん。はいはい。天野さんも、すごいね。書いたね。ちょっとじゃあ他の方のために待ってましょうね。書き始めればあっという間だから。もう最初のこのね、どういうふうにアイデアを組んでいくか、どういうイメージをするかっていうのが大事なんですよね。では。また。ね。いいね。もうそう、はい、よかった。そういうね、もう今日は傑作がいけそうだなっていう、こう予感があると嬉しいね。はい。杉浦さんも書けたんだね。OK です。なんかあれでしょ、もうこう書くだけで、なんかプロっぽく見えるでしょ、こう線描がぐちゃ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 ってなるだけでね、もう自分の絵がね、10倍ぐらい上手に見えるんですよ。うん。ああ、写真からもいいですね。はい。こうね、最初からデッサンがキチンキチンってやるとね、デッサンがうまくいったらいかないとね、そっちの方に気を取られちゃうのね。7本がいたんでね。数えた。はい。7さんは大丈夫かな？ 7 さんは、あ、あ、はいはい。パソコン調子悪くてスマホでズームを見てる。今どの段階？じゃあ、7さんも一緒に書くんですよね。書く一緒に。どうかしら。書く、今説明します。一緒に書きますか？
赤くのね。はい。じゃあ、まずね、紙の中に、まずこの地平線を引くんですけども、これが画面の中の、この地平線が下の方が幅狭く、上の方が幅広いところに地平線を引いてください。はい、江川さん書いてますね。まず地平線を下が狭く、上を広く引きましょう。もう簡単に大丈夫だよ。シュッて引いたら、今度は、この、こっちに雪のところを書きます。雪のところを見ると、まあ形としては、なんかこの斜めの、なんかこんな形になってるんだけども、こんな感じだよね。それの、ここ。ここがこの道の終着点ですよね。ここが道の終着点です。そこに向かって、川岸と、この人間の踏み跡を書きます。そして、こっちの土手を書いて終わり、これがそれ雪の場所の出来上がりです。そう。ねえ。カノさん、感動を描くって。そうなんだよ。もう、そうだよね。感動があるから描くんだよね。うん。そうなんだよ。人生ってそういうことだと思うんだよね。で、ラナさん書いてかな？そしたら、ラナさんは、後ろの、この山の形を、大体です。大体。ラナさんも好き。大体に書きましょう。こうやって。大体書いたら、その手前の、この木の塊を、これも、大体。適当。大体書きます。ね。あ、ラナさん頑張ってるかな？他の方は、木や、大体いいんですよね。うん。ね、しばさき今から塗るんですけど、どこか塗ると思います？あ、ラナさん書けたんだね。オッケーオッケー。そしたら、ラナさんね、この手前の木、本数なんか適当でいいんだから、ここに太い木を書きましょう。ここにまず。太い木書く。それから、次の細い木が、こう、だんだん奥に従って、間が狭まるようにして、最初の木は川の方に倒れるように、だんだん立ち上がって垂直になるように、ここら辺に木があるだろうって当たりをつけて終わりです。あ、それから書くと思う？うん、そうだね。それから書いてもいいね。でも、柴崎ね、今日ね、空と、この遠くの山をね、上と上でぼかそうと思ってるんだけど。それで、空、だから空を塗ってからすぐに遠くの山を描いてにじませる。だから、すかさず、この手前のこの森、樹木のこれを描いて、またぼかす。だから、ここね、いっぺんに描いちゃうんです。だっただっだって。だから、その前に、ここはいっぺんに乾かないうちに描く。で、その前にね、乾かしておきたいところあるんですよ。それね、ここ。ここのとこ。うん。そう。ここは生き垣だよ。もう生き垣。もう待ってと言っても待てません。ちょっと待ってと言っても水が待ってない。そうだね。息はつまんないよ。楽しいから。もうね、水彩は本当に面白いんだからね。うん。水彩をちみちみ描いてる水彩のやつは気が知れない。水彩は一気描き。うん。だから余計水彩ってのは力が必要なんだよね。色とか明度とかサイドがきっちり分かんないとちゃんと描けないんですよ。だから水彩を勉強すると本当に絵の基礎がよく分かるんだね。うん。抜いたくてうずうずしてる。だからさ。だから、ほんと水彩で力を伸ばすと、もうね、不透明な風はとっても簡単なんだから。うん、しばすき断言する。でも油なんか描いてる人が水彩描けたら、絶対なかなか描けないんだよ。うん、それ一気に絵を構成するって力ないからね。だから今日皆さん一気にやっちゃいますよ。ね。だから、やるのは、ここだよ。だから今日はね、こんないっぱい雪が降ってると、もう嫌だからね。
どこどこ残雪が残っていて、もう枯れ草が見えてる。そういう感じに書きます。ええ、枯れ草が。枯れ草が見えてる。どこどこにも緑の草も少し顔を覗かしていたら、春っぽくていいと思いますね。それってさ、こういうのは資料っていうのは何も言うと材料好きないから。自分で勝手にイメージする。ね。勝手にイメージする。うん。だからもうこれ季節的には、どうだろうな。もう2月下旬とかですね。いや、東北地方だと、そういかんかわかんけど。そんなイメージでね。残雪もあるけど、もう元の枯れ草も見えて、でも、どこどこ緑の草もちょっと顔がちらちら見えるかな、みたいな雰囲気で。行ってみようかと思ってるんですよ。素敵でしょ？そうなんだよね。うん。だからこれじゃあまりにも寒そうじゃないですか。ね。うん。はい。さて、旦那さんはよろしいでしょうか。そう、春先のイメージだよね。その方がいいでしょ？もうね、1月ももう今、半ばになってきたんですから、これからお家に飾るためには、もう春先のイメージ、フキノトウも顔出したかな、みたいな。クジュースはどうかしらとかね。はい。カタクジの花が咲いてるかなとかね。そうやってイメージを膨らませるのね。これがいいか楽しい。うん。ここでちょっとお知らせ。柴崎がね、監修した楽しい大人のクレヨンブック、好評発売中です。見てみて。ほら、たくさんのコメントどうもありがとう。さあ、あなたも一緒に始めてみましょうね。はい。それじゃあ、先生の名前を。ちなみに、柴崎は、ハルミスと言うんですけど、柴崎生まれは8月です。これは、柴崎の名前はね、占い師さんにつけてもらったんで、うちの方に昔ね、根坂様って有名な、高名の占い師さんがいたんですね。その方に占ってもらったら、たまたまこういう名前になったんですね。皆さんのお名前はどうついてるのかな？ それでは、早速、ここね、やってみます。いいかな？良さそう。はい。それでは、ちょっと太めの筆を用意しましょうね。もちろん、この太い筆がなきゃ、細い筆でもいいよ。いいと。だんだんこうみんなで一緒に楽しく追いかけできる雰囲気になってきていいですね。うん。柴崎もとっても、あ、柴崎、個展の準備で結構忙しいんですけど、でも皆さんとの授業が本当に今日楽しみに待ってました。はい。これも書き上がって気に入ったら変な感じに出しておこうかな。どうしようかな。それで、ここ塗るんですね。はい。だから、枯れ草色を作りましょう。はい。まあ、枯れ草色ですね。まあ、枯れ草色って、まあ、基本的にアンバー系統とかね。バーントアンバーとかバーントシェンナーとか。まあ、とりあえずそんな色をたっぷり取りましょうか。はい。たっぷり溶きます。で、溶いたらですね、ここ塗るんだけど、ここでね、奥行きと、考えなきゃいけないの。奥行きと、から残雪の位置です。ね。うん。残雪だからどこに残すかだよね。でもこの真ん中辺はあんまないと思うんだよね。人間の踏み跡で踏んでるからね。だからこの川岸のあたりとか、こっちのこう土手に駆け上がるあたり、そういうところにちょっと残雪が残ってるかなみたいなイメージかと思うんですけど、どうでしょう。だから、ここはまあパッと塗っちゃう。ですね。それで、これ適当ですよ。柴崎の通りやらなくていいですか？言っときますけど。これで、なんかこうやって、こう、ちょっとね、筆を寝かせて、ほら。これドライブラシって言うんだよね。まあ、こうならなくてもいい。なったら、なればもっといいけど、ならなくてもいい。こうやって、ちょっとだけ、適当に、紙の白を残す。こうやって、残雪に見えるでしょ？これ見えないと、これ、残雪じゃなくてね、残念って言うんですね。はい。ね。はい、うちの息子は途中で、隣でね、またそんなこと言ってって 苦笑してますけどね。はい。
また後で息子に叱られそうで。ダブと。それで、だからこうやって、こっちの方も、こうやって、どこでいいんだよ。もう、あんまり残雪あるとね、雪崩起きるといけないから。うん。こう、筆が当たるのを幸いにこう塗るだけ。こうやって。こんな感じで。で、残ったとこ残雪。ね。あ、こっちもやっちゃう。こうやって。か。塗った？適当だよ。決まってない。決まってない。ね。ここ、面白いんだよね。ここが。息子さん顔出してくださいって息子はね、柴崎と違ってね、いい男ですからね、柴崎のお顔割れちゃうから出しません、はいはい、もう箱入り息子ですね、はい、それからどこでも顔出しますか、はい、さあね、イメージして、でこの時に柴崎はこう手前から塗りましたよね。手前から塗ると、手前が絵の具が濃くなるんですね。だんだん塗ってると、向こう薄くなります。これだけでね、奥行きが出るんですよ。あ、あんこさんにハートかかれちゃった。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。ね。奥行きというのは、まあ、一般的には手前が暗く、奥は明るくです。はい。かけた？あんまりこだわって書いたらダメだよ。もう、行き当たりばったり思いつきでいいです、このとこは。うん。大丈夫。書いたかな？はい。書けた。いや、石田さん、いいですね。うん、自分なりでいいんだから。自分なりで。これに残雪。ね、でも残雪残らなかった。残雪で残念って言って、いて、そのまま仕事を続けてください。ね。はい。OK。書いたんですね。よかった、よかった。はい。そうしたら書けた。旦那さんも大丈夫かな？おーっと、樋口さん。お帰んなさい。お帰んなさい。今来たくしたんだ。お帰んなさい。書けたのね。はい。で、書けたら、ここ、ね。前年の落ち葉、ここにあるんですよね。落ち葉。ちょっと落ち葉書きましょうか。はい。はい。樋口さん、追いついて。樋口さん、わかんないこと言ったら教えるから。うん。大丈夫。じゃあ、ここ、落ち葉書くよ。だここで他の色もちょっとなんか置いた方がいいよね。はい。じゃあ、パレット見えないかな？あれ？映ってないね、これ、端っこは。バーミリアンとかね。そんな色？なんか分かりやすい色はいいんですよね。こんな色をここにこうやって筆で叩くようにして、ちゃっ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 て、こっちからちゃん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 。でも元の色残るんですよ。全部塗らないように。こうやって、向こうの方にこう塗って、もう遠くはやらない。ね。だから指で、ちゃん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 、こうやって、少し色をこうやってなじませちゃう？ひろこさんまだいけるって。そう、いけますよ、全然。大丈夫。わかんないことあったら聞いてね。こうやって。やった？はい。この筆なめ、この指舐めたらダメだよ。ね、舐めない。こうやって。まだらなったかな？あ、そうそう。松村さん、コメントがないけど、余裕がない？大丈夫？もちろん、これ、先っぽでこう、ちょっとね、もちろん、点描風に少しやってもいいんだけども、でも、あんまり細かいことにこだわらなくていいから。うん。あんまりそういうことはあんまり意味がないから。うん。良さそう。ね、はい。
うん。ちょっといけたみたい？はい。そしたら、はい。ここに、ね、もし柴崎と同じパレットを持ってるんだ、ここにミネルバイオレットみたいなのが色があるかな？ここに。なんだっけな、なんとかバイオレット。あるかな？なかったらいい。これちょっとブルー系の色でもいいんだけど。待って。ウェーンな感じの出来栄え。なんでウェーンなの？ハリラさん、どこかウェーンですか？まだここで泣いたり笑ったりする段階じゃないです。これからだから。まだ失敗も成功も平常もない、全然。ハリラさん、何がウェーンなの？まだ、滲みすぎ、もういいんですよ。そう、凡人は滲まない。滲むのはね、もう天才なんだから大丈夫。うん。水彩だから滲むぐらいでいいんです。全然大丈夫。柴崎だってもっと滲ませたかったけども、凡人だから滲まなかっただけ。大丈夫よ、それで。全然、この段階でええなんて言うことはないです。はい。じゃあ、少し、だ今これに使ってるちょっと暗めの色を用意してきて、ここの踏み跡、この踏み跡、これもこうやって塗ったり塗らなかったりして、なんとなく踏み跡を描きます。赤が多くて、そっちに言えばね。で、それを大丈夫。赤が多すぎた？じゃあ赤が多すぎたら、後で乾いてから、あ、すごい、樋口さん。ただ草川さんね、赤くん、後で乾いてからこの上にブルーを薄く溶いてきて、この上にこうちょっと乗っけてあげれば大丈夫だから、こうやって。全然心配ないから。大丈夫。うん。大丈夫、大丈夫。で、踏み跡っぽくなんか書いたかな？もう全体書いてるからちゃんとそれを見えるから大丈夫だよ。今一部分でね、こう、あまり喜怒哀楽を出さなくて大丈夫です。はい。今分かりやすく大きく自分が何の表現をしているんだろうって自分に納得するように書いてるんだからね。写真を起こして書いてるんじゃないもん、全然。はい。ラフミアトンとこ。こうやって紫のような色。もしこの紫の色がなかったら、こうやってこのね、セルリアンブルーあたりとクリムソンあたりを、あ、見えないかな。セルリアンとクリムソンあたりで、こうやって作った。こんな色でいいです。こんな色で、ここ踏み跡とちょっと描く。そんな感じです。どうだろう。まだ全然成功も何もないね。よかったよ。ね、はい。はい、竹谷さん書いたんだね。よかった。はい。ね、よしよし。そうそう、全然大丈夫だよ。はい。書いたんね。書けた。ね。はいはい。はい、あんこさんも。はい、ちゃこさんもね、書けました。はい、ゆいさんも大丈夫。オッケーオッケー。いいね。カエルさんも嬉しそうな顔してるね。そうなん。そうそう、まだ全然イケイケですよ、全然。まだまだ成功失敗も全然ないです。だから、むしろ今、表現を楽しむっていう段階だよね。わ、白が残ったじゃんとかね。うん、なんかちょっと点描風になったぞとかね。そういうことが嬉しいんだもん。にじみませんか。にじんで大丈夫。にじむしね、にじみすぎるんだったら少し水が多いのかもね。うん。あるいはちょっとにじみしたら、ちり紙でちょっと取ってあげてもいいですね。はい。OK ですね。はい。じゃあ、ね、あらかた皆さん、OK のようですので、それでは、お約束の、いよいよ、
ね、ここですよ。空を塗って乾かないうちに遠くの山を描いて、乾かないうちにさらに手前の木を描いて、しかも乾かないうちに描いて明るい木を描きます。ここまで行くよ。ペンいっちゃうからね。これが水彩で面白いんですよ。いよいよ行くぜみたいな感じでね。はい、浅野匠とか神はね、もういよいよ腹を切るぜとかね、そういう段階ですよ。いいでしょうか。それじゃあ行きましょうね。じゃあまず空ですね。で、今日は写真を見ると空結構明るいですよね。でもここの残雪がとても白いので、この空をあんまり明るくしてしまうと、この残雪の白さがちょっと際立たないかわかんないんですね。はい、そうですよね。それでどっちかっていうと冬枯れだぞという感じなので、少しイエローオーカーとですね、あるいはバントアンバーみたいな色を薄めに溶いて塗ってみたいかと思います。はい、で色決まってない。だから例えばここにありますよね。やっぱりここにありますよね。はい、で空広いからね、ここにたっぷりと水を持ってきます。とにかく。はい。もう、これ見えるよね。ジャブジャブに。ね。もう、この時、灰が飛んできてね、ここで溺れて死んじゃうぐらいですよ。はい。その回、お水いっぱいです。今度こそね、煮ましてくださいね。ジャブジャブに。大丈夫。それで、そこに、ここに、よいしょ。これね、水を、ここに。こ、み、ん?つって、あ、こっちだ。つ、どこ映ってるかな?じゃあもうちょっと。いや、こっちから押す。あ、もっとこっちにくれる。これね。これ、筆吹きが。こうやって、ジャブっとつけて、これたっぷりと。ですね。たっぷりと。はい。結構薄めに。たっぷりと。はい。それで、この辺の紙。ここら辺の、コンポゼブルーかセルリアンブルーかね。なんかそんな明るめのブルーを、ちょっとだけこう入れて、ですね。少しこんなブルー茶っぽいような色を作りまして塗るんですけども、塗ったら乾かないうちに次に山を塗るという作業に行くんだという心構えだけしましょう。はい、いっぱい準備できたね。じゃあ行くよ。まずこれをこっちに運んでいきます。はい、運んでいくんでしたね。すぐ塗らない。はい。運んでいく?運んだら、力を抜いて、この絵の具をただ広げます。こうやってね。はい。絵の具がないのにいつまでこう塗らないでね。必ず絵の具を持ってきて、持ってきて、ここで広げてくださいね。この時に、この、山にもこう重なるようにして広げましょうね。で、あともう一つ大切なのは、ここで絵の具が溜まってないことを確認します。溜まってたら他に移動してくださいね、こうやって。それさえちゃんとやれば、紙はベコベコになりません。フラットに入れます。そして、ここにもう一回、さっき使ったブルー、どの色でもいいか、明るいブルーを少しだけ、ちょっとここに入れてあげます。こんな感じに。で、もうそのまんまいじらないでおきます。あとは水がやってくれるから。いいかな?いけそう?さあ、行き焼きですよ。さあ、行ってみましょう。
長い時間かけたらダメだよ。さっしゃっしゃって書いて終わりです。で、絵の具を溜めないように、でもたっぷりの絵の具をまず持ってきて、それを溜めないように広げましょう。で、ブルーをシャッと入れてもいじらない。どんな入れ方でもいいですから。ブルーは明るいセレリアンブルーか、コンポゼブルーか、その色です。かけた。早い。アレリアさん、何でも早い。はい。ね。はい。それでは、かけた人をさ、基準して次に行きましょう。って、どんくらいでしょうかな。はい、かけたのね。そうなんだよ。うん、そうそうそう。ね、きのこさんもかけた。のどかさんもかけた。はい、たくやさんもいけた。ゆうこさんも何度か。ね。OK。OK。みんなかけ、だいたいかけたみたいだね。そしたら、いよいよ。次、森です。これね。ほら。これ、ブルーグレー、紫っぽいような色してますよね。はい。だから、ここに、じゃあまたセルリアンかコンポーズの明るいブルーを用意してきて、またこのバーントアンバーを加えて、今度はだから、とアンバーが少なめ、ブルーが多め。あっかりこれセルリアンブルーかコンポーズブルーを溶いてきて、バーントアンバーを加えた、そんな色です。で、こう塗ってみて、ご自分で色でもうちょっと枯れ木が欲しいなと思ったら、この中にどこどこ、こうやってアンバーを加える。もうちょっとこれもブルー欲しいなと思ったら、今度はブルーだけこう加える。それでここでこうやって少し色を調整するんだよ。こうやってこうやって、それであとはシャ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 と塗ってしまうんですね。もうここら辺だけ色変化させるだけでもね、もう水彩画の良さが出てきて、もう見た人はみんな泣いてくれます。どうかな？書いたかな？これもいじらないんですよ。大丈夫？大丈夫？面白いよね、水彩って。今たった2色でやってんだもんね。二色でこんな風に色ができるんだよね。はい。ご飯食べるの簡単。二色で済むんだもんね。あ、変なこと言っちゃった。ね、そうなんですよ。さあ、いけたかな？できました。おー、チャコさん早い。お、ベガさんも早いぞ。お、みんな。だから、結局、円形だから、やっぱブルー目だよね。当然にして。それに、季節感を出すのに、アンバーが入ってるわけですね。はい。初心子さんも頑張って描きました。先生の通りに、柴崎の通りになる必要ないです。全然。ご自分の絵だって大丈夫。柴崎の絵はあくまでも参考に過ぎない。ね。もう柴崎の絵を大真面目に見たらダメです。あんまり立派な人になれません。ね。かけた。いいね。いけた？いけたら次にもうまたにじませるために今度はこの後ろ、その手前の森を描かなきゃいけないんですよね。はい。ここがね、仕事が忙しくて面白いんですよ。かけた。よかったよかった。ねえ。もうそんなに長い時間描いてるはずがないんだ、これ。じゃあ、かけたで言う。ふうに思っていいのかな。はい、樋口かけたんだね。はい、江川さんも OK です。カエルさんもできたね。それでは次の手前の森ですよ。これ見ますと、もう少し暗いですもんね。はい。じゃあ今度色を変えましょう。プルシャンブルーっていうね、一番暗くて冷たいブルーをお持ちでしょうか。はい。これをまあここに溶いてきます。これ一番暗くて冷たいブルーですね。はい。濃いめにしっかりと置いていきます。で、ここにまたバーントアンバーを加えます。こうですね。
これでですね、今ここ濡れてるはずなので、にじみますので、ここで対岸のこの 森を描くんですね。まずこの川岸のへりのところ、川岸のへりのところをこう塗って、上の白いところを残すようにします。これは向こうにも雪が積もってる可能性があるからですね。残しながら、このまま上に持っていって、で、ここに、適当ですよ。適当です。はい。このようににじませて森を描いてしまいます。こうだよね。まあ、なんでもいいんだ。こうやって。こうやって、こんなふうになって、にじませていきます。ちょっとこう突き出してもいいよね。まあ、決まってないんですけど。こうかな。それで、これ手前の森だから色見ると、他に色いろいろありますよね。はい。少し賑やかな色もあってもいいかわからないので、また、じゃあ、このバーミリオンあたりを薄く溶いてきて、この中にちょっとこう入れてあげたりですね。あとはご自分でお好みです。こんなイエローのようなものをちょっと入れて、ちょっともう色がくすんでね、ちょうどよくなるんですね。あるいはこれ緑のような色、ナンバー2の緑のような色をちょっとこう入れてあげる。もうこれだけで、なんとなく向こうの岸辺が変化が飛んで見えるわけです。はい。ここまでいいかな。これ、ね、一気に描いちゃっていいです。もう適当で大丈夫なんですから。はい。自分でこれは森だぞって言って描きましょう。ですね。どうかな？うん、もっとだから、これ全然平気なんだよ。例えばこっちのクリムソンみたいな色とかね、なんかこう加えて、もっと暗い、なんか他の色なんかして、どこどここうやって、ね、この明るさなんかにこう変化をつけてみてもいいんですよ。はい。この濡れてるうちだったら全部こう混ざっていってしまいますので、ただ、大きな筆使いでやるってことですね。細かい筆やってもそれは全然、にじんできますので意味がないのですね。はい。これはもう、ね、自分でやりたい放題になります。どうでしょうか。OK かな、これまで。うん。全然今余裕がないよね。じゃあちょっと待ってますからね。はい。次にね、こう本当は引っかかなきゃいけないからね。うん。できた。いいですね。OK。ねえ。石田武さん、できたって書いてあります。爪の毛が抜けた話について、もうそんなことは気にしないでしましょう。はい。落書き状態でいろんな名前を覚えていないんだ。大丈夫。もう、誰でも超初心者、最初は。だから松村さん大丈夫。うん、今、体験。だんだんね、分かってきますから。最初はもう、落書き状態でも描くのは楽しみですね。はい。ね、はい。はい、着想もできた。はい。ね、影さんも、のどかさんも。色が面白い。はい。初心者さんもいたんだね。じゃあ、それだったら次、引っかきます。はい。引っかきの筆ですね。うん、どっちにしていいかな。こういうもの。なかったら、定規みたいなもの。それなかったら、自分の爪。ね。どれでもいいですよ。爪が忘れ物しなくていいかな。いつもついてるからね、これ。どれでもいい。ね。で、引っかいて、対岸にある、
ね、こういうところ明るい木があるじゃないですか、これ。こういうのをちょっと書いてみましょうか。ね。これ。じゃ、しばさきやってみますよ。で、根元が太く先が細くでしたね。だから、シュッて、さっきと同じじゃないんです。こんな感じ。で、だんだんこう絵の具が寄ってくるからね。細くなるから大丈夫。太くなってもいいですよね。あるいは、途中からこうやって絵の具が寄ってきて黒くなってしまうこともあるかもないけど、大丈夫。うん。気にしない。ね。別に真っ白な木を描けって言ってるんじゃないんだから。なんかそんな雰囲気だから、ちゃっちゃっちゃ、こう、スピードつけて。スピードつけて。自信持って。ただ、同じ形、等間隔にならないんだけ気をつけてやる。それから、これを持ってない人は、こんな、この角のとこで、こうやって、ね。ちょうど引っ掛けときは、細いの太いのこういろいろやると面白いですね。これだけで統一感が見えてきます。こんなことでね、木が描けるんだから素敵でしょ？それでもない人は爪でいいんです。ね。はい。爪で。ほら。これ。ね。爪でも。爪がいい？なんか。爪が自分の感覚で一番いいかな。でもあんまりたくさんやらないでね。枯れ木も山の にぎわいってやっちゃダメですよ。あら、もうこれだけでなんか、この人は結構上手かなって。ああ、いけないけど、ランナーさん。はい。腰痛い。じゃあ横になってみて。そうね。今日はまず、じゃあ見て覚えて、後でね、書きましょう。はい、はい。柴崎ね、柴崎も腰痛かったんですけど、バタないで、バタないです。痛かったんですけどね、痛体操やってまして、ずいぶん良くなりましてね、全然この平気です。まあ、腰痛いと言ってもね、外科的な人もいるでしょうか、なんて見えないけど。できた！いいね。やった。バタないでいいですねって。今度柴崎もそれしようかな。その画材出そうかな。バターナイフメーカーにちょっと取り寄せて。あ、カカさん、非常にグーなんですか？ほら、さっき泣き、あれ？さっき笑顔はカカさんだった？違う、シェフはバターナイフ。面白い。そうね。バターナイフでいいんですよ。で、対岸の、こうね、木が描けたらいいんですけどね。あ、乾いたとこもいいです。大丈夫。全部引っ掛けなくていい。ちょっと引っ掛けてあげれば、見た人が、ああ、もうここにも木が生えてる、みたいなね。白くなりません。白くならないのは、引っ掛くスピードがゆっくりか、こう、紙に当てる、まあ、なんで引っ掛けたか知らんけど、当てるものが力が弱いか、どちらかです。でもね、黒い線になってもいいです。だんだん白い線もできるし。慣れてくるとね、黒い線、白い線を両方引けるようになるんですよ。教室で気づいてなかったけど、空見たら抹茶色になってました。でも夕方と思えばいいじゃないですか、それも。ね、それも素敵ですよ。バイアスみたいな絵で。うん。ものはいい方に考えないと。ね。はい。そこまでいけた？いや、楽しんでいけたみたいですね。はい。そうしたら、もうね、ほら、一気に描くとこ、もうこれ終わっちゃったんですか。はい、ゆうさん、いいですね。はい。で、今度は、ここ、皮描きましょうか。ですね。今、これ見ると、雪解け水かなんかだいぶ激しく流れてるように見えますけども、まあ、なんとも言いません。皮っていうか、湖でもいいんですよね、イメージとしては。塗って、だから、まあ、空に近いような色を塗って、そしたら、この対岸の風景をちょっと映せばいいんですね。まず基本的には。はい。まずそれです。やってみる？これを、できれば、こう、水面塗って、乾かないうちに、ね、これ、対岸の風景を映すってなれば、なおいいですね。うん。ひなこさん、そう、すごいね。だんだん、ほら、バイキが入ってきましたよ。
よしって感じだよね。はい。さあ。じゃあ行ってみます。では、空のような色。だから、空がね、茶色になった人は、まあ、比較的茶色っぽいような色。ね。はい。だから、同じ色じゃなくていいんだけども、ちょっと塗るわけですね。はい。まあ、こう塗りながらね、色をここで、こう、なんか試して、こう確認しながら、こう作っていってもいいですね。ここで。はい。こうやって確認しながら。で、まあ、どっちつかずに色ですね。で、それで、こう塗ると、こっち岸の雪が見えてくるはずです。これ雪の残し方って適当ですよ。対岸のとこもこう塗り残して、こう塗っちゃいましょう。たっぷりの具で。ですね。塗ったら、またここに、さっき使った、なんかちょっとアンバーっぽい色の色とか、ちょっとだけですよ。から、明るいブルーっぽいな色が、ちょっと入ればいいです。ほんと。ご挨拶程度にね。はい、田舎のご挨拶。ね、引っ越してきました。よろしくお願いします。そんな感じで。ね、気持ち入ればいいです。はい。ね、お蕎麦を持ってよろしくお願いします。そんな挨拶ですよ。メモを取って見ています。あとね、そうそう。大丈夫、大丈夫。もうこれ、見るの面白いでしょ？はい。こんな風に、にじませましょう。やった？やったら、さっきの対岸の色ですね。対岸の色を、ここに塗って、手前のこう雪を残して、で、ここだったらこう、僕の場合はこう背が高いので、ここまで、今度はちょっと低くなってるので、この辺、またこれちょっと高いので、こうちょっとこの辺、というふうにちょっと塗ってみようかな。で、柴崎はここら辺ちょっとこんなね、バーミリオンみたいな赤っぽい色、柴崎はたまたま塗ってあるので、じゃあ、ここら辺ちょっとこう入れてあげようかとかですね。から、ここにちょっとグリーンがあるので、じゃあ、ここにちょっとグリーンをちょっとこう足してあげようかとか、こんなことするだけで見た人が映ってるんだろうって思ってくれます。ねえ。いかがでしょうか。で、もっと、まあね、もっと映したいって人は、こう、どこか、なんか気になる木があったら、まあ一本ぐらいこう引っかいてみてもいいんですけどね。はい。まあやんなくてもいいんだけども、そんなことやっても、まあ映ったような感じになるかな、みたいな雰囲気です。はい。なんか対岸、なんとなく書いたかな？どうだろう。ねえ。やっぱ水彩画ってのは本当に水を使って描くんだなってのはよくわかるでしょ？はい。大丈夫。はい。一生懸命やってるね。まあ、全然チャットは来ないとこ見ると一生懸命やってる。今日も結構面白いと思いますね。柴崎面白い。お、超新子さん早い。さすが。お、ハリエルさん2番。OK。ね、もう大体でいいんだよ。あんまりこれ克明に書こうとしないでいいんですね。まあ手前に木書くんですから。はい、茶子さんも書けた。はい、きなこさんも OK。はい、はい、カエルさんもいいね。はい、はい。お、今、指に書けた。OK、OK、いいですね。スマホのバッテリーが切れそうで、一旦停止。はい、はい。はいはい。ランさん大変で忙しい。はい。OK。うん。いいね。はい。では、なんとなく書けたんだね。そしたらじゃあ、ちょっと対岸ですね。今こう白く残ってると思います。はい。ですから、この岸辺ね。岸辺を書きましょうか。だから、
対岸にもこう残雪がちょっと残ってるでしょうみたいな感じですから。はい。だから岸辺ですから。またバーントアンバーを、ね、こうさっき言ったこの辺の色にこう混ぜて、まあに、くすんだ色にするわけですね。再度落とします。それで、ここの岸辺をこう塗りながら、ここの雪の白を少し残すんですね。これがおしゃれでしょう？というふうにね、こう絵っていうのはね、自画自賛が大事なんですよ。ね、もうナルシストの世界ですからね、完全に。俺はすごいなって、こういう感じですか。だから絵描いてると本当幸せになるのね。だからこの時に雪がなくなってるとこもあると思うんですよね。ね、もう春先なんですから。ね、途中にこういうとこ雪が引っかかってるとこもあるからね、こうやって。こんなね、ね、芝崎も結構大雑把に見えるんですけど、結構繊細なんですよ。はい。ね、抽選直行、繊細工事じゃないけども、ね、結構繊細に描いてます。それで、そんなことで、これずっと適当にこうやって描くと、ほら、残雪が見える？ね、うん。あ、こっちに滲んだと全然平気。まあだから、それでご自分の勝手な思いを込めて、この紙の白をね、ちょっとずつ残してみせるんですよ、ここ。ここね。うん。こうやって。で、これね、これこのままこう水面のところにこう一緒にそーっとこうやって塗ると、この岸辺が水面にちゃんと映ってるように見えるんだよね。このところが。どうかな。ここやってみた。面白いでしょ。ちょ、一人で面白い面白い。ちょ、今日ぶつけて書いてるんだけど面白い。うん。またこういうところにこうちょっとこんな風でね、こういうところにこう少しこう暗いなんかこうちょっとにじまして、こんな小技聞かせるとね、またこうね日差しがこう見えてきていいんですけどね。さあ、どうでしょうか。あんまりいじったらダメだよ、このとこね。いじりすぎないようにしましょう。こう手前からこう木で塞いでしまう部分あるんですね。だからあんまりね、あんまり神経質にいかなくていいです。はい。大丈夫？はい。今一生懸命書いてるんだ、多分ね。あんまり猫背の手かなくていいよ。滲んでも大丈夫。うん。ちょっとね。ああ、見てみよう。いいですね。のとかさん、結構です。ちょっと破綻、絵はね、破綻があるぐらいの方がね、かっこいいんですよ。ね、隅か隅まで完璧っていうの嫌ですもんね。はい。うん、東照宮の陽明門、柱が一本逆さまになってるの知ってます？あれは完璧を期さないために一本逆さになってるんですよ。ねえ、完璧だとね、神様焼きもち焼くって話です。だからね、そうそう、杉浦さんみたいに、まあまあがちょうどいいんですね。うん。まあまあって言いながら結構杉浦さん鼻をピクピクさせてると思うんですけどね。うん。残雪見えないけど、白が残ってれば残雪見えます。そうなんですよ。はい。いいね。そんなに、そんなにいじるましてる場所じゃないですよ、ここはもう。そんなにいじるましてる場所じゃない。大丈夫。はい。できたね。よし。よしってことないんだけど。ね。OK, OK。いいですね。はい。チョコさんもできました。キノコさんもできました。いよいよ、木を描くのになりました。ね、もうこれ乾いてますか。ね、もう乾いてますから。こうやって順番通り描いていくとね、ね、ドライヤーもいらないんですね。はい。いよいよさっきの練習が試される。あなたの力が試される番になりました。さあ、泣いても笑っても一回こっきり。人生はマジ。というわけですよ。正直こんなに昼間が頑張っちゃって、今日夜皆さんの作品の高評価やるんだけど、でその間に、あ、カカさんどうしたの？はい、カカさん大丈夫？そう。緊張してる？そう、キノコさん面白いでしょ？
正直、あとこの後でぐったりしてね、自分の展覧会の絵を用意をして、また今夜9時から皆さんに思いつかりますからね。はい。はい。はい、ありがとう。もう、頑張ってます。じゃあ、行っていいですか？いよいよ行きますよ。ね。はい。じゃあ、ちょっと、少しお、細い方の手を。今日は楽しい。いつも楽しいはずなんだけど、これから授業ね、どんどん楽しくなっていくようにしますか。ありがとうございます。木は筆の大きさ。これ、柴崎6号ぐらいの筆ですね。はい。もちろん柴崎いつも、このね、虹、書いたりしちゃうんですけど、まあ、それはちょっとあんまり参考にならないでしょうから、6号でですね。はい。さっき練習しましたね。シュシュってやつです。あれでいきますよ。いいね。さあ、ここで失敗したら柴崎責任取りません。ね。もう、自己責任でお願いします。はい。では、ここで書く。さっき使ったこれの色です。ですね。はい。まあ、わけのわかん。だから、まあ、ここら辺のセロリアンカコンプ、明るいブルーにアンバーを少し加えたような色。どっちかというとブルーが多めの色ですね。遠くの木ですので。それで、まあ、どこが変ですか。あんまり細い木から描くと失敗してはいけないので、ここで太い、これが描きますか？これからね。でも失敗してもいいな。うん。失敗してもいい。んーでいいかな、これで。これにまんま上の方まで、スッと持ってきます。ね。あら、木っぽくなったでしょ？ならなくても、これ木だと思い込みましょう。それで、これ見ると、枝が上の方にこう行ったり、横に、あれ、こっちだ。こう、枝が上、ね、上の方にこうなったり、横の方にこうなってるもんね。そんな雰囲気です。だから、ここで、ま、上の方に、こうなったり、こう、ごめんなさい、こうなったりか、それから横の方に、こっちからなんか、こっちの方に、こんな風に、こう出てきたり、こんなのになってるもんね。うん、こんな感じ。こんな感じで。で、もっと細くしようと思ったら、この筆をですね、まったと思うんだけど、こうやってね、ほら、こうやって、ナイフのようにこうしてしまう。それで、その状態でナイフで画面を切るようにすると、もっとほら、細くなるんですよ、これ。ね。まあ、そうなんだけど、まあ、とにかくこれ、でも伸び伸び書くだけ。とりあえず一個書きましょう。とりあえず。ちょっと書いて、もうあんまりいっぱい書かないでね。あ、そんないっぱいいらないから。うん。とりあえず一個書きましょう。はい。うん。上手に書かなくて大丈夫だから、とりあえず書きましょう。お、早い。超新こそやったね。ワカメみたい。ワカメになった？ワカメだと途中太くなったかな？ね、でも、ちょっと、それはそのままいいです。他の絵。木をまた描いていきますから。いっぱい木描くからね、紛れちゃいます。描いたんだね。はい、よかったよかった。そしたら、じゃあ、今の色を太くなっても大丈夫。うん。大丈夫。もう木に見えるから大丈夫ですよ。今の色を水を加えて、水はこれ白ですから、少し薄めてあげて、で、今度はこの木よりも後ろの木を描きます。ね。この木もちょっと明るめに描くんですね。はい。またここら辺から。もう、例えば、こんな木ですよ。ほら、こっちこう、いっぱい立ってますもんね。これ連続で描いていっちゃいましょうか。ここら辺から。シューッと。何本でも大丈夫。もう、こう、いっぱい描けばね、見た人がね、木が立つんだろうってこう思ってくれるから大丈夫ですよ。はい。こうやって上からこうやって引いてきても大丈夫です。とにかく、太く細く、なんかこういっぱいになれば大丈夫です。こうやって。シュッ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 。たくさんこう重なっていく。
そうすると木があるように見えてくるから。うん。途中でしばしみたいにこうやって重なって太くなってても問題ない、そんなことは。うん、全然。で、背が高いのは低いのを、とりあえず書く。こうやって。書いた。できました。ねえ。書いてもらわない?うん。そしたら今書いた木に少し変化をつけますので、またバーントアンバーとなんかコンポーゼかセロリアのブルーを加えてきて、ここの、この木のところどころ、ちょっとこうやって暗い調子を少し加えてあげます。ちょっとです。こうやって。今度はまたそれを少し明るくして、その後ろの木にもちょっと加えます。ところですよ。あんまりはっきり加えないで手でこうやって取ったりして。そうすると、木にこう奥行きが見えてくるんですよ、だんだん。ね。はい。この変化の付け方で、木に奥行きが見えてきます。だから奥の方ほどそうやらないってことですね。うん。どうかな?ね、もちろんこれ、もっと難しかったら、もっと細い筆をしてきて、ね、細い筆を書いてくださってももちろんいいんですよ。大丈夫。うん。そしたら、この枝書きましょうね。枝がほら。これね、モコの木ってこう下に垂れ下がったなんかしてるんだよね。こうやって。こっちにか。こうやって垂れ下がったりねえ。こんなふうになってますよね。そんな感じも書いちゃいましょう。だから、ここからこっちへ、こんなふうに。あるいはここら辺からなんか、こんなふうにとかね、こう垂れ下がってる。こんなふうに書くと、あ、なんか日本の風景じゃないんだなってね。そのエキゾチックな雰囲気がこう、絵の中にこう表現できていくんだよね。伝わってきます。あとはもうたくさん、こう引いていくだけで、ここが林のように見えてくるんだね。あと、ぐちゃぐちゃぐちゃですね。はい。これ、どのくらいこう、勢いよくこう書いてみせるかなんですよね。うん、自信満々書いたぜっていうね、そういう態度が大事だよね。うん、そうすると、もうさっきも言ったように、見た人ね、とっても安心してその絵を見てくれるんですね。で、これで奥行きを持って見えてるってのと、枝がビュービュービューってこうなってる、そういうね、そういう感じなんですよ。それが大事なんですよね。それが一番。うん。そういう雰囲気?それが表現できるかどうかなんですね。大事なのは。今度こう、近づけ、塗り残しちゃった。ごめんなさいね。こう塗っときましょう。ね。うん。これだけなのね、要はね。書けた。うん。ね。それで、この上の方はどうするかっていうと、ほら、ここをこんな風に、ほら、細い枝が、ばばばばってなってるじゃないですか、これ。もやみたいですよね。もやもやっとしてます。それを書いちゃいます。この先端、このあたり。それは、きれいなお水をつけてきて、ここ濡らして、軽く濡らして、あるいは、ここの枝のこう細い先端かなと思うとこちょっと濡らして、今使った色を、ここにこうにじませるんですね、こうやって。こうやって。
で、溶かします、こういうとこ。溶かすと、見た人が、あ、先の方は細い枝になってるんだろうな、と思ってくれるんだよね。こんなふうに。ね。だから、そうやって色をちょっとずつこう変えたりしながら、こうやったり、こうやったり、こうやって、ここね、にじませるんですよ。ちょっとだけ。こうやって。これでね、細い枝を描かなくても、そこになんか、細い枝があるみたいだな、というふうな表現になるんですよね。うん。どう？で、こう、なんかもやもやってた空間が見えるってことが大事ですね。面白いでしょ？もちろんさっきみたいにこう、ね、バターナイフで、バターナイフでですね、こういうとこまた、こうやって引っかくとこう黒い線になったりしてね、もっとこうシャープな枝もこう表現できるんだよね。こういうとこも。引っかくとね、少しだと絵の具が滲み込んできますからね。細い線になったりして、もっともっと変化を取る。ね。うん。どうでしょうか。うん。展覧会出しておくかな。ただ、見た人も参考になるかな。はい。で、ここで肝心なことは、ねえ、なんとなく木かなってのと、こう、枝ぶりと奥行きですね。それが出ればいいです。一生懸命書いてんのね。まだどなたも返事がないってことで一生懸命書いてますね。あ、書いたね。うん。ほんとここでね、割り切って書く。うん、割り切って書くことが大事です。途中で太くなっても大丈夫だし。それが伸び伸びした線描ですね。それが何よりも大事なんですよ。はい。はい。きなこさんもね、書いたんですね。水使いすぎて枝切っちゃう。あ、ここのところまた後で書けばいいよね。また後から書いてあげればいいです。いっぺんにその時がね、完全にコントロールできないかもわかんないから、ただ、滲むぐらいに書くってことが大事なことだよね。うん。水彩でしかできない表現をやるってことだからね。うん。のどかさん、何が不思議ですか？ご自分で見て不思議と思う？全体が薄いですか？書けました。そう、ゆうこさん、薄くなった。ね。水彩は乾くと明るくなるんだから。だから、でも今まで薄く書いてんだよね。だ今度はこれから濃いめに書きましょう。もっと余計に奥行き感が出るからね。これから濃いめに書けば大丈夫ですよ。はい。どうかな？はい。ぼわっとした木に見えた。あ、いいんですよ。遠くぼわっとしてていいんですよ。そうなの。あのね、あんまりものはっきり書かないと、見る人が想像してくれるんだよね。この想像の部分を残してあげるってことはとても大事です。隅から隅まで説明しない。うん。やっぱり行間を残すってことは、今とっても大事なんだよね。ってことはご自分の中にそれだけ余裕と、自分の中にこう楽な、広いイメージがないとできないんだよね、そういうことって。それがない人は、ただ説明になる。ただ描写になる、なっちゃう。はい。いいね。かゆさんも、ひじつさんも書けました。さあ、それでは、だんだん手前の木に行ってきましょうか。いよいよ。ですね。いいですか？はい。はい。はい。今、カンペが出て、残り30分出てきましたので、頑張りましょう。残り30分できます。では、次の木ですね。また同じように、アンバーとセロリアンかコンポーズの色を
さっきよりもうちょっと濃いめに溶いていきます。ね、手前ほど暗くですもんね。そして、この木を描きましょう。ね。はい。この木ですよ。こんな感じです。少し川の方に倒れかかってんだよね。このあたりかな。このあたりから。もう描き始めたら止まれないですからね。ピュッ、これからピュッ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 と描いていく。これ、上まで突き出しちゃっていいんだよね。大きい木だから。うん。へなへなへなって曲がっていいですよ。から今度はここから途中から枝分かれして、ただギュッギュッとこう、さっき言って曲げてあげたりしてね。で、またへなへなへな、チューンと書く。ね。もう、あとはもう、あなた次第。もう伸び伸びと。ピュン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 。ね。何本も。書いていきます。どうなってんだと。まあ、こっちもあるか。まあ、いろいろ書いたいですね。はい。で、今度は少し近くの木なので、これですね。こうやって、少し濡れた筆で、とこどここうちょっと絵の具を取ったり、こうやってね、どこ、ちょっと取ったり してみる?こういう変化つけてあげます。あるいは、さっきよりも、もっと、例えば、このバントアンバーみたいな茶系と色が、はっきり見える色を加えてあげたり。そんなことして、さっきまで描いてきた黄色よりも、手前の木なんですよ、これは。という空間のアピールをします。ね、どこでもいいんですね。でもまたここであんまり難しく書かないでね、伸び伸び書きましょう。で、それと同じことで、さらにその手前の木を書きます。今度は少し太くしてもいいですもんね。で、さっきの木に今度は重ねるようにして。ですよね。オーバーラップですね。重ねるようにして書いてみせたりします。そうすると、木同士が重なりますので、ずっと奥行きが見えてきます。それから、水辺の方に向かって倒れ込んでいく部分ですね。ね、どうかな?うん、こうやって。それで、また同じ、どこでもいい、適当にこう、ちょっと取ったりね。こうやって、もうぼかしてしまって。こうぼ全体なんかぼかしてもいいのね。こうやって、はい。ぼかすと、なんとなく、みたいにこう見えてきてね。それもおしゃれなんですよ。こうぼかしたり、取ったりをすると。から、また、ブルーなんとアンバーを今度もっと濃いめにして、もっと日陰っぽく塗るところとかですね。こういう変化です。で、要は、だんだん手前の木になってきましたってことなんだもんね。それが見えた人にこう、アピールできるようにします。わかるかな?で、だんだん手前の木に。見えればいいんだね。うん。ご自分の絵の中でのこう、ね、微調整しながら、手前の木へと、その空間が見えてくるようにしましょう。ね、思い切りよく描いていいんですよ。
はい、資源回転のね、今ね。柴崎、お茶を飲んで待ってます。大丈夫そう？書いてみたい？ お、写真家さん書いた。早い。ねえ。はい。ゴン太さん書いた？よしよし。だけどね。それでは、よ い手前の木ですよ。階段ね。今度は太い筆に持ち替えて。同じことですね。また、アカルムのセルリア文化コンポゼブルとバントアンバを加えてきます。今度はバントアンバ多めですね。絵の具はだんだん濃いめになってきます。それで、ここの太い木をいっぺんに描いてしまいます。いろいろあるけども、一切構わず描きます。こうですね。もうさっきと同じような気持ちで、もう思い切りよく描きましょう。ここら辺でこう、筆遣いをですね、本当に割り切って描くと。いいんですよね。なんかね、写真と変わって自分なりにこう曲げてあげてもいいし、まあ、そんな雰囲気なんだよね。で、このように描いたら、ここに、こう茶色でこう、ね、もっとこうライトレードみたいなこう違う茶色を持ってお持ちの方は、そんな色をですね。そんな色をこう一部こうやって加えてあげると、もう少し木のこう赤茶けた色みたいなのがね、こう見えるんです。それから日陰の方にはさっき言ったセルリアコンポーズのブルーを今度分けて、どこどここう塗る。ね。と、さっきはこう混ぜた色が多かったんですけど、今度は色を分けるっていうような方向になるんですよね。つまり、色が一個一個が、今度は違いが見えるっていうね。そういうことになります。もちろん、もっとね、こう、こんな風に、また細い筆を持ってきて、これ見るとね、また、こっちにこう出て、こっちの方にこう下がっていく、なんかいろいろ枝を見えますもんね、確かにね。そんなものをこう勢いよく、ね、ぜひ書いてみられたらいかがでしょうか。このスピードをつけてですね。こういろいろ書く。どこどここうやって、ね、このぼかす、にじませる。このね、絵を汚すってのはね、結構大事なんですよね。いつも綺麗にしない。それで、ここまで描けた人は、また、くれよ。ね。あれは、もう、自家製のバターナイフでもいいですよ。何でもいいです。持ってきて、こっちの日向の方のここ、ところどこ。ね。こうやって広くこう引っかいたり、細く引っかいたりして、あれはこう横にこう引っかいてもいいですよ。こうやって。こうやって。少しこうやると、ね。なんかものすごくこう仕事してるように見えるかなとね、自分の仕事に褒めてあげます。ね。ただ嬉しいからってあんまりやすぎちゃダメですよ。
嬉しいからって、嬉しいことは少しです。ただ、ここのとこは枯れ草なんかを表すために、ここはこうやって、ちょっとこう書いてもいいです。こういうとこ。こんなとこ。あ、もう一回話しちゃったか。これだけでね、もう、上手そうに見えるんですよ、また。いいかな？一気にそれっぽくなったでしょ？ねえ、こんなね、で、引っ掛けのテクニックってね、どのくらいこう有用なものかってよくわかるよね、こうやってやってみると。刃を引っ込めたカッターで引っ掛けた。うん、もちろん何でも大丈夫。もちろん爪でもいいんですよ。大丈夫。もちろん何でも、ね、これからね、そういう表現として試されていいですよね。ねえ。この割り切った表現は大事なんだよね。うん。ここはこういうテクニックでいくぞってかね、ちょっと割り切っちゃうんですね。ちょっと満たしてもね、それがとっても説得できるんですよ。はい。で、じゃ、で、できた人は、今から、ここの残雪の日陰を書きます。残雪の厚みっていうか、日陰っていうかね。なんか、ここら辺のセルビアンブルーかコンポゼブルーを溶いてきて、はい。ですね。溶いてきて、で、まあ、クリムソンレヒカですね。あるいはオペラピンクみたいな色がある方は、そんな色少し加えて、ちょっと冷ためのブルーを作るんですね。それを薄く溶いてきて、ですね。例えばここです。こういうとこね。こういうとこ。で、光はこう来ていますから、こっちがサイドはこう日陰ですよね。こういうとこ。こうやって少し。またこういうとこも残雪だからあんまり厚みはないかもわかんないけど。どこどこちょっと、ちょっとですね。ちょっとこう乗せる。うん。それから、ここは斜面ですので、ここら辺は全体にこうかもわからないですよね。こうかもわからない。でもこれは日向かもわからないので、こうやって残して、で、手前ほど、このブルー紫の色をちょっと濃いめにして、これが空間を作る元ですから。手前ほど、こうやって、こういうところ。こんな感じ？どうかな？みたいかな。これだけでほら、白が消え見えてきた？木工技師のところも、ね、ここちょっと控えかなと思うところは少しこうね、ちょっとこう重ねてあげるといいかもわかんないですよね。うん。はあ。もうここまでできたらもう、ね、もう出来上がり見えてますね。はい。ああ、こうやって。面白いでしょ？一生懸命書いてますね。はい。もう当然ですね。一生懸命書いてると思います。面白い。ねえ。久坂さん、よかった。うん。面白いでしょ？そうなんだよね。
はい。で、こうやって日陰を描いた人は、あと周りですね。例えば、ここの奥の方は何かこうね、やっぱり枯れ木みたいな樹木は立ってますよね。またここら辺の色。もう色決まってないんですもんね。そんな色、ここに乗っけてきて、この斜面の形を作ってから、上に向けてドライブラシでガシャガシャとこう描く。こう。そうすると、この雪の斜面がはっきり見えてくる。ここにまた、さっきと同じ自分で好きなアンバーみたいなのを持ってきたり、ここでギジギジとこう、今度から傷つけといいんだけどね。傷をつけると黒い木立が見えてくる。見えたでしょ？ こうなって見えんだよ、木立がね。それで、今度はその手前に、ここにまたこうね、手前に木立が立ってますよね。こういうのはね、またガチャガチャって書くんですね。ここに雪のところから、この辺から。こうやって。こんなんてね、何本、短い長いの、密度立ってますよね。これ足元なんか茶色っぽかったりするかな、なんか。こういうのも、こういうのも立ってる？ね、こうなってますよね。もちろん、その他に枯れ草が、こうとか、こうやって、どこ見えたりもこういうのしてる。まあ、ただあんまりうるさくならないってやるんだけど、ちょっとやるんだよ、こういうことね。まあ、手でこうやって擦ってもいいです、こうやって。とにかくね、少し不完全に作るといいんだよね。不完全に作ると満たしてから相当するから。毛がいたらそれっぽくなったでしょ？で、手前の今度こういうとこ。ね。こんなとこ。こうやってガチャ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 。こうやってね。長いの短いのとかね。こうやって、また引っかいたりして、色を描いてみる？こう？ほんと。もうこんなことなんだもん。ねえ、ってこうやってできているんですね。それから、ここに少し緑の草を、こういうところにね、こういうところにもう緑の草がちょっと、もう気の早い、あれがね、顔を出してますよっていうような感じで、ちょっとこう書いてあげてもいいですよね。こんなところにちょっとずつ、少し書いて、またそれに日陰をつける。こうちょっと手でこうね、汚したりして。これ、汚すってことが大事なんですね。こうやって、もうこうやって、ここ少し草が出てます。またさっきの踏み跡のとこにこう乗っけてみたりして、これにこうドライブラシで変化をつけ、汚すんだよね。奥の方やな、手前だけ。どうかな？急にそれっぽくなったけど。多分ペンに書けないと思うから、柴崎が書いてみせちゃうけど、こういう川のとこだってですね、なんて言いますか、こう筆をね、こう私の手でね、このとこね、こんなふうにこう、ね。ちょっとこんなのタッチもこう、加えてあげたりしてもいいし、それから逆にこういうとこね、こうやって絵の具をこうやって取ってしまってもいいよね。そういう表現なんかもしてあげると、もっとこうね、なんか、雰囲気になります。で、面白いね、いろいろやってみると。紙の人がね、とか一部本当にピュアな白がここら辺残ると、
そこは一層輝いてみて綺麗なんですよね。うん。だからもう美しいものは少しにする。ですね。だから世界で一番美しいのはあなただけっていうのは大事です。はい。こうやだんだ、ふみやとか行く？あらあら。パソコン、つながった。あ、よかったよかった。旦那さん、よかったですね。で、じゃあ最後の仕上げ見せてあげるからね。それで、ここをね、今日が当たってるんですけども、でもこっち側にきっと樹木がね、立ってるかもわかんないんだよね。だそういうふうなイメージをして、だからね、まだこっち側になんかいろいろ樹木が立ってるかもわかんないので、その樹木の日陰が、この、この地面を横断していくっていうね、そういうイメージをすると面白い。ここでブルー紫の色を作ってきて、こちらからこうやって日陰が横断してきて、で、ここを通ってこっちに流れる。こうやってですね、ここのとこ横断していく。こんな風に。日陰ですね。いくつかのこうね、こっちに樹木があって、その日陰がここを通っていくというふうに。こうやって作ると、一番、ここら辺が日向というふうにイメージを限定することができます。見た人の目が、ここら辺の明るいところをね、通して、みんな見てくれるというような雰囲気になります。ね。頑張って書いてくれてますよね。まあもちろんこれ、雪の日陰の中にね、例えばコンポーゼとブル、うん、グリーンみたいな、コバルトグリーンみたいなね、こんな色なんかもちょっと入れてあげても綺麗だしね。うん。あとでできて余裕があったら、そんな色もこう少し差し挟んであげると、まあ、一層綺麗かなと思います。で、これをこう消してみると、このあたりが一番ね、こうピュアな雪の白が見えていて、まあ、対比的にも美しいというわけですね。大変だよね。一気になんか作業書いちゃったからね。はい。ねえ、そう、どうやって見てもらおうかな。よいしょ。ほら、こんなんだよ。うん。どうかな？そう、取り組み中だよね。
わ かるわかる。草、もう書かなくていい。あんまり言った情報が多いとね。もうこれ緑の草がちょっと生えてきてるから、でも残雪、ね、雪も残り少なくなってきたっていう感じです。はい。どっちがいいかな？こっち。このくらい？はい。うん。やっぱり、そうね。やっぱり木の描き方なんかで、やっぱり練習が必要だよね。だから、今日は何が大事か、ね、今日の勉強のポイントみたいなのが、見えてきたわけですよね。だから、もしお時間があったらね、もう一回描いてみられてもいいと思います。どうかな？楽しんでもらえたかな？ね。こう、筆遣いでね、木の枝をシュ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 ッと書きましょう。難しかった。でもなんとなく、そう書けたんだよね、きっと皆さんね。うん。ちょっと引っ掛けなんかもやりましたしね。はい。うん。ね、楽しかった。よかった。はい。うん。あ。これ、今日ね、受講してくれた方ね、この後でこのアーカイブね、共有しますので、ゆっくり見てくださいね。うん。はい、ありがとうございます。はい。よかったよかったね、春江さん。書いたのね。はいはい。でも今日考え方分かったでしょ？うん、どういう考えで、何をこうポイントとして、また表現としてはどういうところを大事に、こうね、書いたか分かったわけですので、紙が破れちゃった。どんだけ字に書いたんだろうね。そうなんだ。はい。あ、すみません。日本さん、どうぞいいさ。はい。今日また夜9時からね、皆さんの作品を、見せていただいて、また9時からね、お会いしたいと思ってます。どうもありがとう。ああ、そうなんだ。あ、今回ね、市バスではない方もね、参加してくださってる。と思うのでね。はい。またその方もね、今後もよろしくお願いします。一緒に絵描いていきましょう。はい。はい。ありがとうございました。はい。お疲れ様。楽しんでもらえたら嬉しいです。はい。また今夜9時から高評価ですね。お会いしましょう。はい。ありがとうございます。はい。夢中だったのね。それはすごい夢中になっちゃうね。はい。ありがとうね。はい。草加さんもありがとう。はい。久武さん、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。よかった、よかった。誰が？皆さん書いたよね。そうそう、コミュニティにアップして、見てみたい。どんなの書いたのか。はい。はい、どうも、ありがとう。ね、楽しかったです。皆さんと一緒に絵描ける。はい、お疲れ様でした。はい。では、また今夜9時からお会いできる方、よろしくお願いします。はい、あなたの作品、楽しみに待ってます。はい、それでは、ごめんください。はい、失礼します。
いかがでしたでしょうか。ご覧いただきました柴崎先生による水彩画の入門者、初心者に向けたオンライン講座は、毎月1回、第2土曜日の13時から開催しています。また、見逃し配信にも対応しておりますので、後から一定期間、繰り返しご視聴いただけます。これから水彩画を始めてみたいとお考えのあなた、自己流に行き詰まっているあなた、柴崎流の技法を習得してみたいとお考えのあなた、この動画の概要欄にオンラインチケット購入サイトのリンクを掲載しておりますので、ぜひお申し込みください。また柴崎先生が主催するオンラインサロン「柴アーツ」のスタンダードメンバーに加入いただくと、こちらの水彩画オンライン講座が毎回割引価格で受講いただけますので、この機会に合わせてご検討ください。